第7章、がんの早期発見と予防がんは発見が遅れて大きくなればなるほど治療成績が悪くなりますそのため早期発見が非常に重要になります例えば私が勤務している岐阜県立田美病院の胃がん手術の5年生存率は 1>, 1期98%、2期90%、3期27%、4期4.2%、全体では66%と、がんの進行の程度が進むにつれて低下します。また、大腸がん手術の5年生存率は、1期95%、2期71%、3期50%、4期9.3%、全体では58%と、やはり、 がのの進進行の程度が進むにつれて低下しますこの数字は年代と施設により多少のズレがありますしかし逆の見方をすると早期にがんを発見して治療しても100%助かるとは限りません逆にかなり進行してからがんを発見して治療しても低い確率ですが助かる場合もあると言えます以下に 早期発見のための8か条を示しますが8か条のような症状が出た段階では必ずしも早期とは言えない場合もあります早期診断のためには半年ないし1年くらいの間隔で定期検査が必要です早期発見のための8か条1位胃の具合が悪く食欲がなく好みが変わったりしないか2子球織物や 不正出血はないか3秩父さ秩父さの中にしこりはないか4食道を飲み込む時に使えることはないか5大腸直腸瓶に血や粘液が混じったりしないか6杯咳が続いたり単血が混じったりしないか口頭声がかすれたりしないか七下皮膚治りにくい海洋はないか 8腎臓、膀胱、前立腺尿の質が悪かったり、尿に血が混じったりしないか。現在までのがんの研究から、がんの予防のための12か条が提言されています。がんを防ぐための12か条。1バランスの取れた栄養をとる。2毎日、変化のある食生活を。3食べ過ぎを避け、脂肪は控えめに。4お酒はほどほどに。 5たバコを少なくする6適量のビタミンと繊維質のものを多く取る7塩辛いものは少なめに熱いものは冷ましてから8焦げた部分は避ける9カビの生えたものに注意100日光に当たりすぎない11適度にスポーツをする12身体を清潔にこの項目を実行することで がんの予防が可能と言われていますが、こんなことで、本当にがんが予防できるのかと疑問に感じる人もあるかと思います。その反面、こんなことは実行困難だという人もいると思います。